ティザー動画見て号泣。ということで、全国のドラマ好きの皆さん、こんばんは、ゴミックです。7月1日に、あの、サイレントのチームが集結。完全オリジナルストーリーの、海の始まりがスタートします。あの、サイレントのチームって言っておいて、私、サイレント見てないんですけど、同じチームが作成した、一番好きな花は拝見して、動画作らせていただきました。今回放送される、海の始まりですが、これ絶対面白いですね。 ティザー動画見ただけでもう本当にすでに泣きそうです。私の動画を見ている人はすでに見ていると思いますが、もし見てない方がいらっしゃったらぜひご覧ください。これはやばいですね。毎週泣いちゃう気がします。メンバーシップ会員募集中。さて、海の始まりのストーリーをざっくり説明すると、7年前に一方的に別れを告げてきた元カノが亡くなって、実はその元カノとの間に娘がいたっていう話です。 おいおい、めめ、何してくれとんねんっていう話ですよ。でもこれ、一方的に別れを告げたのは、妊娠したから別れを選んだんだと思います。タイミング的に考えてそうじゃないと話がおかしい気がします。亡くなった元カノは、なぐもみずきと言って、みずきがなぜそれを選択したのかわかんないですけど。目黒蓮さんが演じる主人公は月岡夏というのですが、夏もびっくりしたでしょうね。 6歳か7歳の子がいきなり現れて、あなたの子供ですって言われたら、もうどうします皆さん。とりあえず頭抱えますね。まあ私はモテないので、そんなことが絶対ないので安心です。第1話から切なすぎる始まりなんですけど、これ物語どう展開していくんですかねハートフルの方面に行くんですかね 私が見ていた一番好きな花も最初こそ心をえぐるような話でしたけど物語が進むにつれ明るくなっていったのでそうなることを期待したいです一番好きな花にはとある仕掛けがあったじゃないですかあれも度気も抜かれましたよねだから海の始まりにも何か仕掛けを作ってくるんじゃないかと私は思いますただ考察ドラマではないのでそれも考えつつ物語を純粋に楽しんでいきたいと思います 海の始まりは月曜日に放送されるので、翌日の火曜日には感想動画あげたいと思います。海の始まりを見た感想を言い合うような動画にしたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、海の始まり楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。他の夏ドラマでも考察動画や感想動画あげていきますので、気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。 公式 LINE やってます。着替え LINE 送ってください。仲良くしましょう。PayPay や甘ギフで投げ銭もできますのでよろしくお願いします。100円でもバカみたいに喜びます。そしてメンバーシップ始めました。最優先の90円です。メンバーにはコメント優先的に返信しますし、限定動画用意しちゃいますのでよろしくお願いします。この動画はうごみっくがお送りいたしました。最後に見てくれるあなたが大好きです。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。